石川さん、この赤コーナーの天下ですが、今回から階級をスーパーフェザー級からフェザー級に、まあ、絞ってきたんですが、はい、これ体重を絞ることによってのこうメリットとかデメリットっていうのもあるんですか？そうですね、やっぱり自分の体重まだ若いですからね、まだコントロールしやすいというところと、あと、絞ったことによってもっとその、自分のパワーがより出せるというところに、いったんでしょうかね。なるほど、はい。さあプレリミナリーファイト第2試合、クラッシュフェザー級天賀対青が関口です。関口光成は所属がアンザ・アブレイズ。さあ第1ラウンド始まりました。おっと、これはこの関口ですが、はい、2戦して2勝 1KO ということで、そうですね、デビュー戦がですね、はい、確か対戦相手の、不戦勝だったんで、リングにプロのリングとして試合するのはこれで2戦目になるんですよね。なるほど、はい。でまあ、2戦2勝な1以降が不戦勝という形での2戦2勝なんですけど、まあ、その前回の、まあ、実質のデビュー戦の時のパンチ KO 勝利がですね、本当にデビュー戦のファイターとは思えないぐらいのですね、落ち着きと完成度の高さを感じましたね。今も20歳とは思えない落ち着きさですね。そうですね、すごい落ち着いてますよね。はい、サロー、そしてミドル。で対する天賀選手もね、3戦2勝というね、成績もいい成績なので、はい、この前回の試合で見せたハイキックでのダウンというのは非常に素晴らしかったですし、その後に、ね、パンチでまとめるラッチとかも非常にいいバランスのファイターだったので、この試合はパンチ、おっとここで、楽しみな試合ですね。持ってもったいないぐらい試合を期待してますね。ここで一気にいくか関口。まあ、関口は所属がアロンザ・アブレイズということで、今回のゲスト解説に登場してくださります、はい、浦部光也選手のジムですよね。そうですね、もともと子供の頃からね、道場しゃがりきっていう名門のジムにいたところですね、はい、子供の頃からずっと見てたんですね。子供も昔現役の時に自分が空手の少年空手みたいなのを見てたことがあったんですよ、その大会に出てたのが関口選手だったんですよね。その時からいい選手だったんですけど、この選手が、自分でプロになるにあたって選んだのが、岩手浩也代表を率いるアロンザ・アブレイズだったんですね。なるほど。もう何回も何回も見学に行って、そうなんですね、はい、で、わざわざ、ね、体験まで受けて、体験の時からもう完成度が高くて、なるほど、浦部浩也代表も含めて、ジムのみんなが驚いたらしいんですね。なるほど、やっぱり自分が強くなるためにはどこがいいのかということを考えながらだったんでしょうね。そうですね。さあその関口、ローキックからハイキック、この辺りもうまく散らしていますね。そうですね。そして今度はストレートから膝が入りました。でも天賀選手も、ね、この、関口選手の、力強い技、プレッシャーに別に臆することなくですね、やりにくくやりにくくこのヒットポイントをずらして、逆に、ね、関口選手の右の、目の上も赤くなってますからね、はい。まあ、今回この赤コーナーの天賀さんですが、倒す技をさらに磨く練習をしてきたということなんですね。磨いてきた技で倒しきりたいというふうに話してくれました。さあ10秒切っています。さあハイキック、これを倒した。第1ラウンドが終了です。さあこの第1ラウンド終了しまして、石川さんいかがでしょうか。はい、この関口選手のプレッシャーだったりとか、ね、この技の初動が非常に速いですね。さっきの今のラウンドの終盤にも見せた左ハイキックがね、あれも急にグワンと伸びてきて、それにしっかり反応できた、天賀選手も素晴らしいなと思いましたね。でこの2ラウンド目以降、はい、お互いにより、関口選手はもっとプレッシャー上げてくるかもしれないし、はい、天賀選手としてはこの、ね、関口選手のよーく見てたと思うんで、ここからまたさらに、自分のやりにくい動きをまた一段階上げてくるかもしれないし、この試合非常に楽しみですね。本当に刺すようなこうパンチと蹴りを関口は見せますよね、はい、一発の、ね、殺傷能力が高いのは関口選手、プレッシャーも高いのはプレッシャー関口選手だと思うんですけど、そこにね、天賀選手は何を狙っているのか、何を合わせていくのかというのね、ちょっと注目してますね、はい、さあ第2ラウンドが始まります。この階級を落としたことによって動きとかもどうなんでしょうかね。そうですね、やっぱりこの 2.5 キロになりますけど、下げたことによって
2.5 キロ分の重さがなくなったことによってスピードが変わる、うん、あとはね、その元々の1階級上のパワーのまんまこの階級に来れるわけですからね。そしてストライク、これは今度はボディを狙ってきましたね。この関口、あの関口選手のプレッシャーが一段と上がりましたね。前に前に来てますね、はい、今度はボディでしょうか。今関口選手、おそらく今の天賀選手の左ローキックがローブローに当たったと思うんですけど、はい、気にせずに行きましたね。これはハイキックかわした、空を切りました。関口は相手のこの天賀の攻撃よく見えてますよね。見えてますね、はい。さあこのクリー1分が経過しました、うん、だんだんこのより1ラウンド目も強かったプレッシャーが2ラウンド目より強くなったんで、こうなると天賀選手としては相手ペースによって動かされてしまってるんで、はい、スタミナがあるんですよ、疲れるんですよ。それだけでもやはり疲れてしまうんですよ、ね、追うものと追われるものの関係性ですよね、はい、なるほど、はい、ただ走ってるのと追いかけられて走ってるのと全然スタミナっていうのは変わってくるんで、そうですね、焦りが加わりますもんね。そうなんですね、はい。冷静に見ているのが青の関口。この距離というのは関口の距離なんでしょうかね。そうですね、でもこの、でもね、うまいんですよ、この天賀選手が、はい、この関口選手のプレッシャーを受けながらもうまく距離を取ってるんですよ ね、はい。だこのね、関口選手としては倒そう倒そうという気持ちがすごく強いので、もっとちっちゃい技、小技を捨ててから倒しに行くっていう、この倒すまでの起承転結の流れをもうちょっと作ってもいいかなという気がしますね。自分一発で倒せる力はあるからこそなんでしょうけど、ローキック、こういった今のローから始まるような技ですかね。そうですね、はい、相手を崩したりとか、はい、うまくジャブをついてとかですね、そこから崩していくっていう組み立てですよね、さあ ここも手がのハイキックが空を切りました。おい、気に入った、捕まないよ。ここで左右、やはりなかなかこう決定打がないですよね。そうですね、決定打を生むための、うん、はい、捨て技っていうのは関口選手側としては必要になってくるかなと。でこの天賀選手としてはこの関口選手の、この動きをうまくはがらかして、あのここでうまい左のフックでしょうかね、今ね、左ストレートでしたね、はい、ストレートでしたか。おー、ここで KO です。これは関口よく見てましたね。そうですね、はい、デビュー戦もそうなんですけど、ね、やっぱそのもっとね早い段階で倒したいのが関口選手の気持ちなんだろうけど、結果的にね前回も今回もしっかり倒しきるんですけどね、いや、そのポテンシャルの高さを感じますよね。そして今この後ゲスト解説で来てくださる浦部選手を抱きつきましたね、はい、やっぱり。さあリプレイでしょうか。ここでまずミドルでしょうかね、ここの逆フックですかね、はい、これが入りましたね、見事ですね、はい。さあ第2ラウンド左フック、見事 KO 勝利です。いや本当ね、この天賀選手捉えにくいファイターなので、しかも何を狙ってるかっていうところを逆にもう一発で仕留めていく強さを持っているこの関口選手、いや本当にこれで3戦3勝ですからね。そうですよね、はい、将来は本当楽しみですよね。楽しみですね、はい。